皆さんこんにちは、トメヤです。今日はねキャンプ場に来てるんですけど、まあまあ寒いですね。ちょっとね山の中なんですけど、結構ね寒いんで、こんなに薄っぺらい MA1 だけで来てしまいました。ちょっと舐めてみましたね。僕が出た時はこれでもね暑かったぐらいなんで、今めっちゃ暑いです。まあ、友達がね急遽誘ってくれたんで、一緒にねキャンプをしようってことで来てます。まあ、車でね50分ぐらいかなの笠井ってとこなんですけど、なんか無料のキャンプ場があるらしくて、そこでね友達とあれなんで、服装もこんな感じのダルギーですね。これで、でこれで、これでこれコラン取ってですね。それではねゆっくり楽しんでいきたいと思います。あんまりキャンプの風景とか入らないんですけど、まあ、美味しくねちょっと肉のシーンとかも映したいと思います。バン、友達のキャンプ道具です。これ有名なメーカーですよね。これまあまあいいですね。ここで斧、これでね薪を切りたいと思います。こだわりがすごいな。これでこれを超押すね。ネイチャートーンズ、ネイチャートーンズのトムファイヤーかなんか分かるんですけど、そんな感じらしいです。へえ、ごっつい、こだわりがもうやばい、すごいな。こんな感じでね楽しみですね。君がいなくなった日々もこのどうしようもないけどさ、ちょっと練習してますね猫。結構買いましたね。ウインナーでお酒ですね。これバヤリです。で一番楽しみなのがこれですね、スーパードライ。でハイボールですね。で焼肉のタレで、これが水で、もやし、肉結構ね2人なんですけど多めに買いましたね。バラ、アメリカ産、これラムって買いました。これもね大きいの入って、牛アバラ、これがアメリカ産サガリ焼きで、ホルモンだから田島さんらしいですね。めちゃくちゃ美味しそう。うわ、いった、すげえ。え、もう一回やっていい？もう一回。おお、すげえ。以上。なんでごめん。ありがとう。はい。スーパードライ。うまっ、みんな乾杯。今日ほんま、めちゃくちゃ雰囲気が非日常的でね、めちゃくちゃいいなと思いますね。はい、いただきます。最高。これまたシャレと、ホルモンやばい、すげえ。これがホルモンの力や。
このホルモンは絶対うまい。見てください、これが国産の色ですね。あとアメリカ産、ラムーで買ったアメリカ産の色、全然違うなこれ。でも味は分からんのかな。ホットサンドメーカー、これ絶対うまい。中ソーセージと肉ですね。はい、今日はねこんな感じで友達とキャンプしたんですけど、今日は終わりたいと思います。皆さんもねキャンプよかったらやってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。バイバイ。